よろしくお願いいたします。ただいまから会見始めます。ご質問のある方は挙手の上、社名とお名前をおっしゃってから発言をお願いいたします。ご質問ございますか。では窓側一番下、奥島民法さん。民法の荒川です。はい。先ほどまん延防止措置の要請を決定しましたけれども、その対象になる市町村の考え方、改めて教えてください。はい。現在福島県はこのように5つの指標、7つの区分で大変厳しい状況にあります。ステージ4が3つ、ステージ3が1つ、それぞれ先々週、先週と比べて急激に悪化するという深刻な状況にあります。全体としてステージ3相当という判断の下で、特に3つの市、中核市、福島市、郡山市、いわき市に対してこれまでそれぞれの集中対策を出してまいりました。現時点においては郡山市、福島市の2市においてはある程度急激な増加が抑えられている状況にあります。一方、いわき市は今日の段階で 55.55、 ステージ4の中でも相当高いレベルにあります。こういう状況の中で本日朝の定例会見の後、私自身がいわき市の清水市長、福島市の小畑市長、そして郡山市の品川市長とそれぞれ今の考え方についてお話をいたしました。で、いわきの清水市長からはやはり非常に厳しい深刻な状況にあるので、できるだけ早くまん延防止等重点措置の適用をお願いしたいということを午前中の段階でもお話がありました。一方、福島市長、郡山市長においては現在県独自の集中対策が発出されて、まさに市の総力を挙げて感染拡大防止に努めているところであると。で、またこういった指標の状況もあるので、当面は県の独自対策でこのまま感染が急拡大しないようにしっかり取り組んでいきたいというお話をいただいています。で、その後午後に入りまして、いわき市長から正式に国のまん延防止等重点措置の対象に適用してほしいという要請をいただきましたので、先ほどコロナ対策の本部委員会議においていわき市についてこのまん延防止の特措法第31条の4第6項に基づいて政府に対して福島県に対してまん延防止等重点措置を適用するよう要請するということを決めたところであります。その他ございますでしょうか。では窓側一番前、福島中央テレビさん。福島中央テレビさんです、はい、よろしくお願いします。まず連日、70人、80人の県内でも感染が確認されていますけれども、この知事、この数の受け止めと、今後の見通しなんですけれども、すでに、今日、いわき市では判明分で62人の感染者が確認されているということで、県内では5月に、95人が1日では最多だったと思うんですけれども、やはり今後、それを上回る可能性も県内であるのかというところを教えてください。いわきの市長さんが今日会見をされております。その時点では今お話があった数字でありますが、すでに手元に来ている数値はそれをさらに更新をしております。明日は残念ながらこれまでのワーストを更新する三桁に乗る状況であります。で、このような状況ですね、先ほど申しましたように1週間前、やはり5つの指標、7つの区分はまだステージ2相当と言えるところでありましたが、急激に新規陽性者数が増え、それに伴い入院される患者さんが増える。それが最初は郡山市でありましたが、その後福島市もいわき市も追随をするという状況にありまして、この1週間だけで中核市の3市で8割で、トータルでは500人を超える新規感染者が1週間で出るというのは福島県では当然ながら初めてであります。やはり問題なのは80名クラスが4日、70名が2日、そして明日はまたより厳しくなってくるという状況でありますが、
これだけのハイレベルなものが続きますと、やはり相当病床の確保の数、昨年以降もう段階的に増やしてきておりますが、我々が努力をして増やすその病床数に新しい感染者数がそれを上回ってしまう、追いつかなくなってしまう可能性がすぐ目の前に来ております。でコロナの患者さんも入ることが難しいですし、当然ながらこれだけ新型感染症の患者さんが増えることによって通常の地域医療、救急医療自身が圧迫されるというダブルでの厳しい状況になりかねません。ではなくなりつつあります。したがってこういった厳しい深刻な状況をぜひ県民の皆さんにしっかりと認識をしていただいて、特にこの中核市地域3市の市民の皆さんには現時点において集中対策がかかっております。で今まん延防止の申請しますが、すぐにこの申請が認められるわけではなく一定のタイムラグがあると思いますので、当面は県の独自の集中対策で抑え込んでいく。でそのためには市民の皆さんと事業者の皆さんの積極的な協力が欠かせません。したがってまず福島県としては今すでにお願いをしておりますが、このようなですね、今これ郡山市も同じ中身でありますが、こういった集中対策の中身をご理解をいただいて3つの市民の皆さんに全面的にご協力をいただいて、でとにかくこの急拡大を一旦止めていく、歯止めをかけていくことが福島県全体にとっての喫緊の課題であると考えております。その他ございますでしょうか。まとめは一番後ろ、新聞の関根です。はい、ちょっと細かいんですけれども、はい、適用の申請は本日中に行うという理解でよろしいですかね。この後決裁を行いまして本日中夜の間に申請をしたいと考えております。で適用の範囲はこれは福島県全体ということ。まん延防止等重点措置全体はまず福島県全体にかかります。その上でですね、この重点措置の対象区域というものをまた別に定めるわけでありますが、それは現時点においてまずこのまん延防止等のこのをお願いするのは福島県全体、その上でこの重点措置区域として今回はいわき市について要請を行うというものでございます。仮にでありますが、今後また福島市、郡山市あるいは他の自治体において急激な拡大があった場合には当然その適用対象を広げていくということも視野に入っております。先ほど福島市長、郡山市長さんとの会話の中身一部紹介しましたが、両市長さんとも非常にやはり強い危機意識を持っておられます。なんとか当面県のこの独自措置集中対策で抑え込んでいきたい。ただ仮にいわき市のように急激な感染拡大歯止めがかからない場合には、当然ながらこのまん延防止の重点措置区域としてこう追加されるということもその時点においてはあり得るということを念頭に置いた上で総力を挙げて感染防止に取り組むというお話がありました。よろしいですか。では一番前、読売新聞。読売新聞の話です。はい、医療提供体制について伺います。通常医療も今逼迫しているという状況ですけど、県の計画だと、患者急増時の緊急対応で、550床程度の確保と330程度の宿泊療養施設というのが方針でありますけれども、調整は難しいというのは承知の上で、すでに積み上げというのは着手されているのかというのと、なかなかまだ下げ止まるという下がる傾向が見えていない中で、この状況でその自宅療養を含めて今後どのように対応されていくのかお願いします。やはり当面のこの病床の確保極めて重要な課題でございます。現在ベッドとしては496床、そしてホテルの療養施設として277室を確保しているところであります。これについてはですね、今のこの急激な感染状況の拡大考えますと、やはりさらに積み増していく努力をしなければいけない。すでに着手をしております。で先ほどお話があったような550、330というものも
県として計画を提出しておりますので、そういった水準をまず目指して我々としては積み上げていきたいと考えています。ただ問題は日々の感染者の数が80人、あるいは今後さらにこれを超えてくる、これがさらに日々継続するということになりますと、どんなに努力をしてベッド数を一つ一つ積み上げていってもそれを超えてしまうということになりかねません。福島県は従前から入院率が比較的高い地方の自治体としての努力を行っておりますが、やはり先ほどの5つの指標を見ていただいても入院率が毎週ごとに下がってきているという実情であります。で、現時点においては496床277室の中においてある程度ギリギリ備えて対応しておりますが、このあとはいかに病床を増やしてもこの感染拡大が継続すると極めて厳しいなというのが率直なところでございます。今後は今国のスタンダードである入院方式、結果としてホテル療養あるいは自宅で、もちろん県としてのケアを最大限した上での自宅療養ということでありますが、そういったものも視野に入れての対応にならざるを得ないと現時点では考えております。よろしいですか。その他ございますでしょうか。よろしいでしょうか。では以上で会見の方終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。